今日はね、ごまさばです。これまさばと、ごまさばの見分け方簡単です。ここ、ヒレ、このヒレね、頭から数えてもらって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 このちっちゃいヒレ、これ、このちっちゃいの、これまで、これまで数えてね。平さばはね、絶対9しかないから。で、ごまさばになってきたら絶対10か11、もう9やったら平さばです。たまに僕らもね、間違えるけど、ごまさばってこれごまさばって言うねんけど、こんなやついっぱいおるからね、平さばに。ここがごまっていう人もおるし、これがごまっていう人もおるけど、これはもういっぱいおるから平さばで、こんなやつもう微妙やかなと思ったら、ここ数えた方がいいね。まず見分け方で、これも言うたら閉まってるんやけど、例えば釣ってきたりして24時間以内やったら、血抜いていいです。結構質問されるんやけど、閉まってても物が新しかったら、血抜いて、そっちの方がいい結果になってます。で、こういうね、ごまさばとかって柔らかいから、例えばイワシでもできるんやけど、ごまさばとか柔らかいから、あんまり強くしたら肉取りをするから、ゆっくり優しくじわーっと出す感じで、じわーっと何回かね、こう抜き刺ししてたら、これしてるしてないでやっぱね、寝かした時に違うし、そこまでサバを寝かせる人おらんけど、まあちょっとでもね、美味しく食べたいと思ったら血抜いてあげて、新しいやつやったらしめサバとか昆布締めとかしたら美味しいから、まだですね。止まりました。これ OK、ここまでしてくれたらいい。血が20万ぐらいね。はい。で、次、頭取ります。で、もう普通に、魚ってここ硬いんやわ。硬いのがあるから、ここに入れてもらって、で、これのヒレのここ。まあ、簡単に言ったらここ切って、斜めに入れて、で、頭僕こっち向けるんですよ。落としやすいで、次こっち側ね。またここからしてもらったら、なんかちょっと魚屋さんっぽくかっこよく頭が取れる。で、これね、内臓にこう油が巻くんですよ。こうやってこういう油を巻き出した魚って美味しいから、内臓もし見れるときはこう内臓見てあげて、内臓に油が乗ってたらその魚も間違いなく美味しいから。じゃあ次、このお腹の中のね、この血合い取るときは開けます。開けます。僕らが使うのはこれ、竹串、串カツの竹串、輪ゴムで留めただけ。これで十分あんま近いとダメです。今日試合を取れてるからね。次、まあさっき見てたこの内臓にね、パッて見てもらうと分かるけど、アニサキスって内臓と、あとここ、この辺につくから、腹の見てもらったら、例えばこれ
内臓にこう丸くつくわ、アニサキスがおれば。くる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 ってついてあるから内臓を見て、もしアニサキスがおったら取ってあげて。でもね、あのサバの場合でもそうやけど、アニサキスがついてるサバって脂が乗ってるサバが多いんよ。だからアニサキスイコール美味しいサバになってる。だけど気をつけてね、喉落ち回らないからね。美味しいサバにはね、アニサキス入ります。特に長崎の最終島で付近で取れたやつとかはね、美味しい時期はもうアニサキスだらけですよ、腹の中。それが美味しいです。知ってる人は知ってます。で、おろすときね、もう身が柔らかいから包丁はもう2回入れるのは、ここからここだけを使って線を入れる。線を入れた後、包丁ゆっくり入れて落とす。もう一回ここからこう線入れるだけ。線を入れて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 、線を入れて線を入れて線を入れて、あとは2回目で通す。で、身が柔らかいからすぐ割れるからね。こっちからおろした方がおろしやすいと思う、サバは。線を入れてちょっと持ち上げて、もう一回入れて、でこの時にカタ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 ってなるから、鳴れば OK。近いと割れてくるから、こういうやつはもう締めサバにしてあげてください。